2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近くを投資しておりました半間岩先生です。世界バイナリーオプションスペシャリスト社です。今回ね、バージョンアップのインジケーターでこれ15分のね、バイナリーオプション用のインジケーターなんですね。で、ここに表示されているのが勝率ですね、全体のシグナルですね、27個が 59.3% になってます。で、最近のこの点の10個ですね、これは 54.5% の勝率となってます。それで、平均ピップスが 2.15 ピップスですね、実際 0.215 ですね、注意してください。これは 0.500 実際はね、平均ピップスの利益ですね、ここからここまでったね、シグナル切った時の利益ですね、のピップスを計算してます。平均ね、最近のやつですね、最近のやつ9個ってことですね。事故に調整されますけど、ここね。で、この 0.55 は0は相関係数です。相関係数はこの赤とね、青のね、線から、独自の半間岩先生の相関係数を計算しています。この2つ赤とね青で、バイナリーオプションはさや取引と同じような取引をします。相関係数使います。でですね、この一つの通貨ですね、CHF-JPY ですね、はこの赤と青の相関係数を求めて、で今現在ね、相関係数が 0.55 より上のもの全体ねのシグナルを出すと。でまた 0.55、 最近10個なんですけど、これ10個にしてるんですけども、こちら見た方がいいかな。変わっちゃったのだな。10個に設定するんで自動調整されるんだけど、まあ、こちらで見ましょう。この相関係数ですね、今現在ここ10個、この点の最近のは10個は勝率 70% って出てますね。これ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ここまでですね。もう1個な、これが決まってないからもう1個だと思うね。で、それで相関係数が 0.55 以上でが全体ですね。この26個だから、このシグナルもっと細かくして、これ全部ですね、これが26個あるんですね。それで2番目はここの最近の10個ね、ここに書いてる10個が勝率 70% です。このシグナルが、白のシグナルのね、10個、1、これ決まってないからまだだと思うんですけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、ここまでですよね、が勝率 70% となってます、このシグナルね。で、相関係数は、この赤線と青線から計算されているというですね。で、それが 0.55 なんですね。で、最近はもう 0.55 以上の相関係数がいいのを、これ白文字になりましたね。で、それでピップスがね、これマイナスにしてました。上はプラスと平均ピップス。後半ね、ちょっと落ち込みがあった時に上がるんじゃないかというね、勝率は上がってるけどもということで、ね、利益幅は狭いけれども、勝率はまあ、ね、70% じゃない、これは関係ない。相関関数 0.55 だ、ね。相関関数が 0.55 以上の、ね、形になった時にシグナルを出すわけですね。こう設定はできるんです。相関関数。そのところはこの2つはね、両方とも自由に設定できまして、1にすることもできますね。で、今、現在、このシグナル全体はね、勝率が、ここ全部ありますでしょ。ここまでですね。ここの線まで、ね、が、
勝率が 69.2% なんですね。で、26個このシグナルが出てるんです。で、勝率が 65.4% でありますよということですね。で、その相関係数が 0.55 以上に設定してまして、なるとなって、そのかつこの最近の10個ね、これは最近の10個は 70%、 10個ねが、勝率 70% で相関係数が 0.550 より大きければ、両方がね1秒目2秒目大きければシグナルを出します。で、この文字は白文字になります ねシグナルを出します。で、なおかつね、このピップス、平均ピップス、この全体の利益の平均ピップスは 1になってるんですね。こっちはマイナスでやってみたら、最近のとこはマイナスになってる。なんか外れて大きくね、スプレー平均ピップスの。その方が次、勝ちやすいんじゃないかというようなことでね、次ね。勝率は、あれ相関関係数のは 0.55 なんですよ。同じなんですね。だから、バイナリーオプションの相関係数ってこの赤線と、ね、青線から求めるんですね、相関係数をね。で、まあこちらの単位を相関係数を入れてこちらを出してですね、これは平均ピップス、平均ピップスね。で、これは勝率ですね、27個のうちの勝率、現在のね。で、これは最近10個の、この最近10個の前のですね、今最近の勝率が今 60% になりましたけど、ね、10個の最近のシグナルは 60% だよって計算で出てるんですね。で、この相関係数とこの利益ピップス、平均利益ピップス、これ変えられるんですよ、この4つは。設定が自由にできましてね、そういういいサイクルの時、相関化関数と利益ピップスで、今回は最近はマイナスになっている方がいいんじゃないかと、次立ち上がるんじゃないかということでね、マイナスにしてみたんですね。これを今度来週ちょっとね、今月はもう、土曜日になっちゃいましたか、22日になっちゃいましたから、来週ね、調べてみたいと思うんですよ、ね、相関係数ですね。このあとはこの平均ピップス、マイナスの時にシグナルもらった方がいいんじゃないかと。相関係数は、ね、この通りでね、やってて。そういうことですね。今のところ全部何もないですよね。ちょっと待ってね、これ、最近ちょっと、何もないですね。そういうことで、バイナリーオプションのインジケーターは相関係数を使ってます。ただ私のこの相関係数は指定が0から1になってます。マイナスは出ません。切り捨てちゃってますのでね、ご了承ください。0から1の設定となります、相関係数ね。1以下は使えないようにしてます。0から1が相関係数の単位ですね。だからその相関係数のいい状況でのね、いい相関係数のいい状況でのシグナルからね、インジケーターは出します、ね、設定のね。で、相関係数だけじゃなくて、このいいピップスとか逆に悪いピップスの時、平均ピップス、これが入るわけですね。それでシグナルを出してます、ね。このピップスに従って、平均ピップスですね。下の方に無料サンプル手に入りますから、このインジケーターですね。まだこうバージョンアップしてませんけどね、これね。新しいバージョンでは、このように相関係数で計算されて、この赤線と緑線ですね。この2つから相関係数を求めてます。ね、バイナリーオプションね、ということですね。通貨国2つじゃないですけども、1つの通貨国ですけれども、バイナリーオプションの場合、1つの通貨国で投資しますから、相関係数はこの赤線と青線ですね、
分かりやすく言ってね、でやっておりますね。ということですね。どうもありがとうございました。2016年ゼルトレーダーのバイナリーオークションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました半馬洋先生です。まだ投資準備になってますね。投資しておりません、ライブはね。このように分析して稼げるような設定値を見つけ出しそうということですね。私が終わりましたら本番投資していきます。ただもう1億円でも10億円でもうまく調整できれば稼ぎますからね。それまでまだ仕事がこのように分析、来週はこのマイナスピックスの平均値に落ちた方がいいんじゃないかと、最近の方がね。勝率は同じような感じでね、のがいいということで、相関係数を高くし、0.55 以上に考えてますね。ということですね。相関関数1ということでもいいんでしょうけどね、いろいろやってみたいと思います。この逆にマイナススプレッド利益でね、平均がね。最近の10個ということですね。どうもありがとうございました。